きますよ。うん。いきますよ。かわいい。かわいい。マジかわいいよね。超かわいいんだけど。待って。ちょ待って、あのこのセリフちっちゃくて見えんかったから、メオメオって書いてない。待って。ななちゃん。かわいよ。ななちゃんこれやってんな。メオメオはやってんな、ななちゃん。バニバニしてきた？してないよ。銃持つのやめて、銃持つのやめようよ。どうもー。あ、どんな感じかな。貼ってある？貼ってあるよ。わー、かわいい。すごい。めっちゃ嬉しい。いや、ちょっとめっちゃありがとう。嬉しい、嬉しいんだけど。ほんと？うん。ななちゃんやってんな。これやってんな。何が？何が？メオメオやってんな。で、メオメオと歌ってたから。やってんな。バニバニしてきた。バニバニしてきた。メオメオしてきた。めっちゃ可愛いんだけど。メオメロメロな。メロメロな。バニバニしてきた。バニバニしてるよこれ。メオメオしてきた。イラストレーターとこう権限持ってこれできるらしくて、だからちょっとビジネスをやる。そう。ビジネスやろうと思っているので、これからやるの？もし、うん、そう、明日からやろうかなと思っており、もしよければご依頼いただければ、頼む。やった、頼む。予約しといていい？いくら？はい。どのくらいがいいかな？500ぐらい？すいません、マネージャーです。すいません、マネージャーです。マネージャー？マネージャー？マネージャー急に出てきたな。マネージャーなんですか？まあ5000円スタート。500はちょっと私も安いと思う。そうですよね。500はちょっと安すぎる。一応5000円スタートではあるんですけど、まあこれあのだんだん予約が埋まってくると、あの徐々にちょっと高くなっていかざるを得ないので、ああ、なるほどね。円であるんですけど、まあでもお二人のその有効度を加味して、まあ3500円。あ、刻むな。で3000で、3000でどうですか？ね、全然依頼します。わあ。じゃあ予約、耳たやさん以外はもう5000円なんで、これあんまり言わないようにお願いしてもいいですか？耳たやさん以外はもう5000円なんで。はいはいはい。ちょっと待って、5000円は取った方がいい。5000円なんてそんな大金。いや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 、5000円です。5000円。マネージャーが言うんで、5000円です。5000円です。このクオリティだったら、はい。いや、マジで、ななちゃん、本当にこのクオリティだったら5000円は取れる。はい。でももう3時間で書いたよ。いや、でも3時間でも取れる。うん、うん。あ、いや、分かった。え、でもさ、私が心配。書いてみろ、いといとい。3時間で。かなっていう。MNPT の3人を変えてほしいです。5000人。3名はそうですね。3名だとちょっとあの、値段ね、上がりますんで。5000円ですね。5000円ですね。3名なら5000円で。あの一応のうちあの糸井先生も一応抱えてはいるんですけれども、はいはい、私がいます。新人なんで、うちの新人、はい、今すぐかけますよ。デフォルメ3人って言ったんだけどさ、うん、もう一人追加でもいい、コーチをね。お、みこだよコーチ。あ、みこだよコーチの場合一万円、1万円。普通1万のところ特別に5000円で、5000円で、ね、マネージャーもいいよね。まあ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 、今回ね、だいぶお世話になってるんで、ちょっとあのもうちょっとお世話になってるんで、あのミミさん、ミミさん、ミミさん、あのイトイトイに頼んでいただければ今ならなんと、ただ待って、え、今書くってこと？今書くってこと？今ライブドローイング、あ、そうそう、あの板パフォーマンスなんで、これライブドローイングが得意な子なんで。糸井糸井死んでない？ん？ん？待って、トイちゃん死んだんだけど、ねえ、ななちゃん、なんで死んだの？なんかトイちゃん死んだ。ピピちゃん、待って、ショック死しちゃったんだけど。ウエストがすごい。これ、ん？糸井糸井先生の遺作になったから。
高く買い取ってあげてくれないかな。呪われてるよ。糸井先生も遺作だから。待って待って待って、タダっていう話を聞いて書かせてもらう、あの書かせてどうしてもタダで書きたいですっていう、あれ待って、うん、金取られるま。ちょっともうあの呪物チームとはこれっきりだよ。これっきりだよ。ナナちゃんの絵を描いてもらってこれっきりだよ。なんかぼったくられそうだからもうこれっきりだよ。冗談冗談冗談ですよね先生。怖いよ、先生冗談ですよね。よ先生あ戻ってきた。冗談ですよね先生。あ戻ってきた。先生。トイちゃん目の前にいるのに下に話しかけてるナナちゃんの図マジでおもろかった。一気に5000円も手に入ったよ。さっきギャンブルであんなに吸ったのに。あんなに待って待ってギャンブル。え待って待って。まだその時ではない。ギャンブルどうなったの？ギャンブルは。あやべやべ。ちょっと待って、ギャンブル？ギャンブル？あ、やばい。やばい。どうなったの？あ、私じゃない。カッパカミーの。あたしもスティーラない。あたしもスティーラない。カラカラカラ。ごい。そんなどこに隠れても、もう入り口で張ってる人いるから。え、別に、え、でも何も起こない。まあ、でも、でも。何も起こないよ。ね、え、どうなったの？結果は。怒んない、うん、結果はゼロ。もちろん。あ怒んないって言った。いや怒ってないよ、怒ってないよ、怒ってないよ。いやもう無言のカチャが怖いよ。いや全然怒ってない、全然怒ってないって。いくらがいくらになったの？誰かと楽しんできてくださいね。あでも私680がゼロになったかな。680がゼロになったんだね。トイトイはうん、トイトイは300がゼロ。じゃあ2人合わせて、まあ、約1000がゼロになったんだよね。そうそう。あっやばい。危ない。切ってください。でも、うんうんうん、そのおかげで今5000スクラップも5000スクラップ手元にあります。そうだよね。でも奈々さんはもうやっぱそのやっぱ才能で稼げるからさ。うん、仕事した。でもあとあのそんなこの子もまだ駆け出しなんです。そうだよね、まだそう、これからだもんね。まだ駆け出しなんです。これからだもんね、これからだもんね。これからなんです。あの話を、はい、死の前に話を聞いてほしい。やっぱ助けるから。ですけど、あのあとファームして100、じゃあ200くらいは稼ぎました。人の家の前で何してるんですか。トイトイ返事して。呪われてるよこの家族。トイトイ返事してよ。本当に呪われてる。トイトイ返事してよ。トイ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 。ダメだ。もう返事しなくなっちゃった。最後のとどめはあなたが刺したような気もするけど今。